ほらー、皆さん、こんにちは、トミカツでーす。またまた、宝物、またまた、ベイマックス。ベイマックス。初のドッキリを仕掛けようかなと思ってるんですけど、そのお相手が、沢柳莉子さんっていう、日本でトップのテニスプレイ、女子テニス、テニスプレイヤーですよね。はい、僕と、高野さんが、喧嘩します。で、その時の、リコさんの反応を検証したいですね。でも楽しみ、初めて俺こういうの。あ、本当ですか、うん、で、僕一番心配してるのが、うん、なんか、今日今からちょっとご飯食べようって言ってるじゃないですか。で、乗ってその雰囲気だったら、もう私も、こんな雰囲気だったら、ごめんなさい、帰りますみたいな。切れて帰りそうなんですよ。およそ2キロ。逆に切れられる。逆に切れられる。僕は逆に切れられるに1票。俺はね、あんまり気にしない。じゃないかなと思うね。リコちゃんすごいおおらかで、はいはい、おおらか、うん、なんだろう、優しいんだよね。あ、え、じゃあ逆に気にしてくれる、気にして声かけてくれるんですか。いやみたいな。声かけるのはさすがにないんじゃないかなと思うけど、見守ってくれるんじゃないかなと。じゃあさすがにもう声かけてくれなさすぎたら、うん、ちょっと一回振りましょうか、リコさんに。どう思うみたいな。どう思うみたいな。高野さんから、僕がどう思うはおかしいんで、どう思うってこいつおかしくないみたいな。ああ、なるほどね。こいつの考えマジクソだろみたいな。どう思うみたいな。行きたいですよね。やってみますか。はい。こんにちは。こんにちは。どう名称で行けんの。あ、宇都宮駅で行く。駅、とりあえず行く。あいうたちずまみのまみ。いや、え、き、はい、え、富風の私服でもいいですよね。まあまあまあ、本当に。パデルの時はね。いやいや、パデルじゃない時もいつもこれだよね。よいしょ。リコちゃんいつも5時台に起きてんだよ。なんでですか？練習が。飛び数何時まで？10時ぐらいで。え、練習場所が遠いとかなんですか？練習場所2キロ先、左方向です。なるほど。いやー、練習楽しかった、今日。聞いて、今日ね。はい。4人でやるんだけど、うん、1人遅れてきてて、最初2、1でやってて、うん、いつもみたいにさ、10点で、ポイントやってて、うんうんうん、で、俺が最初1で、後ろで、で、2位ボレーで、まあ、ロブも全部ありで、ポイントして、で、5、10で負けたの。はい、2位が勝った。はい、富一と富中って、ね。で、次、富中くんが1やって、で、4、10で、俺らが勝ったのね。富中くんが、まあ、負け、1が負けて。で、最後、富一。1ポイントも取れなかった、富一。1ポイントも取れないとかさ、間違ってもなくない？ 10 点で。いやちょっと。しかもさ、こんだけ強いと言われてる、富一がだよ。1ポイントって。いやネットインでも1ポイントだよね。いや、今日たまたま調子良くなったんですか？いや、今日結構調子良かったよ。まあ、久々の自分の練習だけどね。練習してないおじさんにさ、負けちゃダメじゃない？だって、これから日本のパデル界を背負っていくわけでしょ？およそ700メートル先。スペインも行って、はい、で、まあ、ゆくゆくプロで頑張りたいみたいな気持ちがあるわけじゃん。はい。それで、その結果はやばくない？自分なりに頑張ってます。出た。自分なり。自分なりとかさ。こんなん言ったら誰でも頑張ってるよ。いや、でも高野さん、頑張ってるんですか、今。まあ、膝もまだ完璧じゃなかったから、じゃあ、選手は今回は断念します。で、ちょっとコーチとして協力できればな。いや、まあ、膝もありますけど、なんか、体重も増えて、動けなくなってますよね。うん、デブだよ。待って、ちょっと待って、デブに負けてるやん。デブに負けてるんだって、今日だって。スペインまで行って。やってんの？情けない。もっと頑張れよ。いや、だから、自分なりには頑張ってますよ。自分、そんな甘いんだよね。絶対甘くない？リコちゃん、こんな。
え、だってさ、テニスだったら、なんだろう、その辺のおじさんとかに負けなくないプロが。いやでもテニスよりはやっぱりラリー、うん、そのトップのレベルの人でもラリーが続くっていうのは高野さん知ってるじゃないですか。ラリー続くから続くのにデブが強いの？おかしくない？ないし、もっと頑張んないとって今日で餃子食いてる場合じゃないんだからさ。いや、でもせっかく僕楽しみにしてきたんです。今日？うん。いや、もう急に誘っていただけたんで。いや、誘ったけど、いや、僕練習するんで、すいませんと。あ？いいや。いや、もう。いや、ちょっと気分悪くとりあえずお前、はい、降りるよ。帰ればいいじゃん。いや、もう降りますよ、じゃあ。最初から来んなって、そんなやったら。いやいや、誘ってきたの高野さんじゃないですか。行くって決めたお前よ。勝手に歩いて行ってよ。え？高速路辺で降ろすから勝手に駅まで歩いて行って。いや、駅まで送ってくださいよ。なんでだよ。いやいやいや、そこ入れるわけないじゃないですか。勝手に、Google マップあるじゃん、得意の。勝手に歩け。あ、わかりましたよ。せーの。てってるー気づいた？気づいた。まあでもやっぱね、切れたりね、リコちゃんはしないよね。うん、冷静で、はい、まあこんだけ爆発踏んでる人なんでね。あれ、なんか切れて帰っちゃうとか予想を立てた飛び方やな。いや僕です。いやもうリコさんが、うん、いや僕もうこんな雰囲気だったらもう私来なきゃよかったですみたいな。もう帰らせてくださいみたいな言うと思ったんですよ。言わないよ、リコちゃんは。意外と冷静だったんですけど。さすがだね。はい。でも私ずっとにやけてたかもしれない。え、笑ってたけど。なんかクスクスはしてた、ね。いや、笑ってたけど、なんかそう、空気読んでくれて笑ってくの。笑ってくれてんのかな。あ、和まそうと思ってね。笑ってごまかしてるのかなと思って。それで笑ってたっていうね。ちょっと上行ってましたわ。うん、次また、なんかいいやつ。ね、引っ掛けましょう。ちょっとまたターゲットに。そう、そう、ターゲット。いや、もう、ここのカメラにまず気づかなかったところで、すごい天然だなって、ね。まあ、そうですね。いやー、でも引っ掛かるって絶対引っ掛かる言ってたじゃないですか。また喧嘩するこれ。じゃあ、そうですね。はい、じゃあ、皆さん、チャオチャオ。チャオチャオ。